どうもタブヤンです。始まりました。 FC 東京対ガンバ大阪、アウェーに乗り込んでいきましょう。キープ力を持っています。現在ガンバ大阪6位、 FC 東京14位かな。いきましょう。大事なところ、おっとやばいぞ、二川元れ、ここで受ける、あやばい、あ来た、これは大きすぎました。いや北澤さん、もう本当そのやばかったね今。はい、ああいう形で前にグッと持ち出しますとね、チャンス生まれてきますよね。さあロシアワールドカップのようにね、苦戦するかもしれない、していますガンバ大阪。早いリスタート。いや昨日の UAE 戦はちょっとね燃えましたね。ここは明治、どうする、来た、明治来た、カジがサイドから行く、あーマグナグスと合わない。さあ通ったぞ、あー惜しい、そしてもう一回、ここはディフェンスされました。マイボール、エンド、端からチャンスを作る、キーパー弾いた、もう一回は橋本、ここいいですね。なあカットされた、三好送らせろ、送らせろ、石川、石川かスピードあるな、強い、あーファール、安田、ここでホイッスルがありました。まあ守る側からすれば、今野が FC 東京にいるんですね。ガンバではなくて、難しいボールでしたけどね、敵にいますよ今野。カジ、持久力のある選手です。前半15分が経ちました。橋本、さあリーグ戦もね残りあとダイレクトで出す3試合のみ、やはりもうここは慣れ親しんだ 4-4-2 を貫きましょう。マウナウベスバンド、競り合った、エンド、この辺から少し前線で止められる回数が増えていますよね。ちょっと奪われがちですよね。おー、あファールじゃないの今、北川がパス出せなかった。ルーカス、石川、梶山、徳永、ディフェンダーとして徳永か、ロンドンオリンピックかなんか出てなかったかな徳永ね。ここでリターン、前を向けるか、競り合った、ここは阻まれました。カウンター、カウンター、あーパス出せなかった。今マグバンドにねスルーパス出したかったんだけどね。ゴール前だ、カジ、アーリーコースを出しましたがここはうまくいきませんでした。遠藤のヘディングで跳ね返す、左にクロスが出ていきましたがここは合いませんでした。センタリングまでは行くんだけどその辺の精度がね最後に石川直、あーコースされた、石川直弘に、おっと繋がりません。攻め上がったんですがここは縦に速く、もうちょっとだったんですけどね。ハリル・ホジッチの縦に速くというのがよくわからないね。いいところで受けた、セルジオ・エチゴさんは次の対戦で敗れるようなことがあればね監督解任だって言ってましたよ。あーその前に私が解任されるダメだ、左サイドバック徳永に やられちゃったよ。ボールゲットの右隅を揺らしています。ちょっと実物よりイケメンじゃないか顔が似てないよ。そうというのは選手にとってどうなんでしょうか。そうですね、はい、まだ選手に返そうという気持ちはね十分にありますよ。いずれにせよ本当にあるか、返そうという気持ちが、山口そんなパス出してだ、だんだんとこううまく攻めてきてはいませんか。そうですね、あボールが取れないね、非常にスピードアップした形で、ね、FC 東京個人技があるね。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくフォーメーションはね、あの FC 東京も全く同じ 4-4-2 なんですよね。ツーボランチの中を見ている、
ゴール前に入れた、上げられた、あークリア。さあ FC 東京、本日最初のコーナーキックになります。FC 東京、このチャンスをものにしたい、そこを守りたい。おお、また負けた、ま、危ない。ポストの左、ルーカス、やっべえ。立て直そうぜ。指示プレイ、本日のキャプテンを務めます。あっと、ここ真ん中引っかかる。ここはボールを下げました。山口、もうちょっと山口感情的になってる。ちょっと前行きすぎ。ここ下がって、あ、遠目から打たれた。いろいろやってくるね。思いっきり打ってきましたね。そうですね、見てる感じではね、ボールが回せてないね。ここ一旦戻して、二川、さあ来た、ここスルパス来たー。こっからでしょ。バット打った、キーパー正面か。いい守りです。形作ったよ、一個。マグナウベス、あー、これは低いボールの方がいいかな。いい攻撃を見せました。そうですね、もうちょっと ね、 素晴らしい形作りましたね。バレーがいるときはあのボールでもいいんだけどね。低いボールでロスタイム、カビラさん、ロスタイム出ました。3分です。なるほど、3分でした。攻め切ろう、最後。あー、ちょっとタイミングが合わない。あー、逆に攻められてる。最後、やばい、フリーになった。ナイス、山口最後の詰め。さらにディフェンス、そこがね、最後の気合がもう ね、 ワールドカップでは必要ですよ。ワールドカップじゃないけど、ロスターも長かったね。あー、ホイッスルが吹かれて前半が終了しました。さあ来た、さあフォーメーション変えましたよ。超攻撃的4トップでいきたいと思います。フォートップって戦っていくのでしょう。そうですね、バレー入ってきました。バレーと家長をね、フォワードに上げて、フォートップ。このパスはどうだ。ああ、いいプレーですね。4-2-4ですね。うわ、さあどう攻める。さあ1点取られ、石川らしいドリブルしてますね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。ああ、抜かれた。合わせて、ナイスキーパー。弾いたらやられてたぞ。やはり遠目からのシュートを積極的に打ったシーンでしたね。1点ね、取られる前に取るというね、取られるか取るか。いや、攻められるな、ここはしょうがないね。外から行った、正面へ入れてきた。あー、ぶんない。やっとゴールになりません。 FC 東京、クロスからそして3人入ってきてるという攻めを見せてくれました。いやー、いいボール。しかしね、リスクは覚悟の上でやってるからね。右を使って、サイドに1人います。家長、こんなんかいっぱい空いてる、余ってる、余ってる、余ってる。中には2人いる。シュート、ダイレクトで、あ、枠から大きくそれました。エンド、これをダイレクトでシュート。いや、外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。ゴールキーパー土井か、軽く出した。代表経験もあるね。バンド、梶山、おい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 、イエローじゃないのか。梶山、ここで主審に呼ばれています。梶山、注意だけ、注意を受けています。信じられない、フリーキックになります。もう昨日の日本対 UAE 戦のね、審判のレベルの低さも信じられないけどね、本当に。なぜあれば、あれが PK なんだ。マウナウベス、あい、PK。なぜあれが PK なんだ。しかしこれは PK だろ。しかしこれで分からなくなりましたよ。オーケー。激しい試合になっています。そうですね、さっきもありました、ね。マウナウベス怪我か。大丈夫か。選手が担架で運ばれていきます。エンド。です。よーし。右へ決めました。確実に決めました。いや、危なかったけどね。右へ決めたぞ。エンド。非常に落ち着いて。危なかったな。これが今季4。反応してるじゃないか、西川みたいに昨日の。よし、このままもう4トップから変えられませんから。もう1点取る。もう結果が全てっていうやつですね。いや、違うけどね、これは。あ、黄色になってる。
ていうことは、怪我したということですよ、マグナーベス。パスを繋いでいく。これは繋がらない。そこいらない、そこのリスクはいらないよ、中盤でのリスクね。とにかく早くボールを動かしていくよう指示が飛んだようですね。よし来た。なるほど。さあベンチの状況を伝えてもらっています。そこはなんとか、やばい、これ2人ですね、守らないで、2人で2対2ですよ今。しかしまだ得点には戻ってこいみんな。おわっと抜けてきたぞ。わあ、かわされた。ゴール前だ。やばい、火事で、火事だと競り負ける。赤身ね、いや競り負けた、リスク高い。あー、マグナーベス怪我。まあここでね、無理はさせたくないですからね。残念ですね。中山、ゴンではない中山ですね。さあロングパスだ。胸で受けます。エンド。あー、後ろから疲れた、やばい。2対1、カウンターチャンス。ルーカスを見ている。赤峰、中央にいる。うわー、この位置からスローインに変わります。リスクある守備ですねこれ。いいボールだ。あー、ドフリー、キーパーパンチング。あー、シジクレイのオンゴール。やってしまいました。どうしたんでしょうかね、まだクリア難しいよ。注意してほしいですよね。いや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 、その前にこのセンタリングを上げられたのが問題なんだよね。しょうがない、これリスクは覚悟でね、このフォーメーションしてるんで。得点は得点ですからね、自陣で守るときもギリギリのところでは注意したいですよね。前ゆっくりサイダーで、よし、ここから人数が、いる、ボールを回していっぱいいる。開きましょう。しかしマークされてる、一人余って、チャンスになった、一人余って、ワントラップした、ここ余ってる、よし来た、バンド。何してんの、バンド。それでは日本代表に呼ばれないぞ。あちゃ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 、決定的でしたね。あの形にするためにの4トップなのにね。時間は、やばい、オフサイド、ラッキー、戻りオフサイドかもしれませんね。危なかった、オフサイドトラップではないよね、あれちょっとミスだよね。中山、よし、よく競り勝った中山。少し出して競り合った、足元、まだ諦めていません。カジ、諦めてないよ。ここで激しい、よし来た、いいでしょ、ここで。ああ、そこダメよ、そこダメよ、そこ側ですけど、時間オフサイドじゃないよね。なるほど、よし、そうですか。ここで回していこう、回していこう、フリーが生まれるから、フリーが生まれるから生まれてないやん。ああ、やっちまった。クリア、探しています、クリア。もう一回作り直しか、一回蹴ってみるか、これ勝つんだ。あー、負ける、負けるとやばいよ。よし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 、縦にバンド。あー、二側と行きがわない、強引に行きます。うー、ちょっとナイスカット。今後半の40分が経ったところ、来たー。おー、これは読まれていたようです。あー、ここ弱い。あー、もったいないなー。ここは阻まれました。カジ、よし、フリー、ここ来た。家長、二川。あー、何それ、いやー、致命的、パスミス1個が致命的というね、昨日のね、大島のパスミスみたいなもんだよ。一旦後方へ下げます。ダビラさん、ロスタイム出ました、2分です。なるほど、2分です。あー、もったいない。真ん中のクロスが出たんですが、後方では繋げられません。そこ繋げられない、くそー。ここはしかしチャンス、ラストチャンス、ラストチャンス。うわー、ビラ、あー、そこスルーパス出しきれなかったか、負けたー。さあ、4トップでも1点しか取れない。2対1、頑張っ、勝ち点にこだわっていきましたが、敗れてしまいました。敗れてしまいました。
ガンバとしては内容としてはそれほど悪いとは思えなかっただけにね、フィニッシュでの動きが悔やまれますよね。今日は残念です。状態はそんなに悪くないように見えましたけどね、残念でした。それでは今日の試合内容をここで振り返ってみましょうか。前半31分、徳永あの局面で先制点を決めています。そして今日のポイントとなった場面、後半25分、オンゴールで得点が動きました。そうでしたね。まあこればっかりは攻められないですよね。試合を終えてみますと結果は2対1、ガンバ勝利できませんでした。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんまた次回お会いしましょう。残り2試合ですが、次回お会いしましょう。それではまた、さよなら。